ん、こんばんは。本日も埼玉スタジアムです。イエーイ。今日はちょっといつもより遅くて19時半開演です。本日はチケット読みます。ブンデスリーガージャパンツアー2022パワードバイスカパー、浦和レッドダイヤモンズ VS アイントハトフランクフルトさんの一戦です。今日は海外戦ですね。海外戦は結構スタジアムの雰囲気がまたいつもとちょっと変わるので好きです。今日は本当はマネージャーさんと来る予定だったんですけど、急遽来れなくなってしまったので、ワールドカップの練習に母を召喚しました。あれ母どっか行きました母もサッカーは結構見てくれてはいるんですけど、埼玉スタジアムさんは初めてということで、私昔とか来たことあると思ってたんですけどね、初めてということで、ちょっと私はもう今年は埼玉スタジアムさんは今年のベテランなので紹介しつつ、今日のドイツ戦楽しみたいと思います。今日はねスタメン出てましたけど、いつもと全然違うメンバーでしたよ。いつもサブに入っている選手皆様がほとんど主力で出てきて、キーパーさんも新川選手だったし、そしてリカさんが今日は最後のピッチの日ですよね。そしてファイナルか、今日で浦和レッズさんも試合がラストですね。ということで公式戦ではありませんが、最後まで楽しみたいと思います。ダン。長谷部誠さん凱旋記念グッズだって。こっちは、これタオル買った方がいいよね。前回だってパリサンジェルマンの時速乾だったけど、あるんですか。ちょっと見てきて、これかっこいい、このユニフォーム。まあタオルは浦和さんが持ってるけど、今回のはちょっとまた違うから買いましょう。選手の皆さんが出てきました。今日は海外戦だからサブにもほぼ全員入れてましたよね。レッド選手が出てまいりました。これからウォーミングアップが始まります。選手の皆さん頑張ってください。結構今気づいたんですけど、犬飼選手がピッチに出てます。怪我明け、明けてはいないかもしれないけど、怪我後初めてですよね。初めてですよね、ピッチで練習してるの。わあ、犬飼選手お帰りなさい。やっと出てきたフランクフルトの選手、でもまだキーパーさんですよ。フランクフルトさんの方もナイキなのかな。こっちも赤ですね。長谷部さんは出てきますか。あそこにいるのはフランクフルトのファンの方たちですね。ちょっとちっちゃくて見えないけど、蹴られちゃったボールがなんかいつもと違う気がする。違くないですか。カラフル、あれだっけ。結局ドイツの選手は出てこなかったんですけど、そういうこともあるんですね。あるんだね。どっかで準備してきたのかな。かっこいい。私もたまたまなんですけど、ドイツ、FIFA ワールドカップのドイツのワインの、
なんて言うんだろう、宣伝というか PR をさせていただいていて、このユニフォーム持ってます。でも今日はちゃんと浦和を応援しますよ。え、かっこいい。ドイツ語って何？イッシリベディシ？ドイツ語？あ、今年最後の噴水です。今年も1年お疲れ様でした。
本日は国際親善試合です。そして今日ラストリカルド監督の指揮を取る試合ということで、そして埼玉スタジアムに入れるのも芝生が張り終わるまで今日が最後ですよね。今日はスタメンもいつもと全然違うし、ラスト楽しみましょう。まもなく選手の入場です。すごい、なんか音楽がいつもと全然違う。で買った浦和のマフラー、去年の天皇杯の時に初めてグッズ買いましたのマフラーです。はい、前半が終了しまして2対0で浦和の勝ち。イエーイ、リュンカー選手が2本とも決めました。久しぶりのリュンカー選手のシュートでございます。さっき気づいたんですけど、あの子誰みたいな子がいらっしゃって、ユースから上がってきた2人の選手が16歳かなが、いました。さっきもうどんどん下から上がってきますね。これからの活躍が楽しみです。前半どうですか。あ、一人はキーパーの子なんだ、新しい子。なんかやっぱ体型がまだ細いから分かりますよね。前半平野選手が結構攻めてました。遠くから何回もボレーシュート打って会場沸かせてました。あとシャルク選手が久しぶりにもうたくさん駆け回ってて楽しそうでした。なんかこう足ボールをちょこちょこ回すより今日は運動量が高い選手が多いように見えました。ドイツフランクフルトの選手はちょっとまだ分かりません。久しぶりに浦和で見れた選手が多かったのでそっちばっか見ちゃってて、でもやっぱりみんなもうボール持ったら強いし足長くて速いし馬力ありますよね。長谷部選手が見られるといいなと思います。後半はきっとね選手結構変わると思うので楽しみにしています。後半に続き変わってきましたね。今あそこに岩波さん以外は全部
木本選手、小泉選手、あと誰だ、岩尾選手、ショルツ選手、モーベルク選手、伊藤敦樹選手も出てきましたね。あ、松尾選手も出てきた。あ、で西川選手にも変わったんですね。すごい、結構みんな変わりますよ。一気に入れ替え、おお、そういう感じで入るんですね。あ、関根選手だ。するみたいです。あ、もうユースじゃないのか。稲垣あつしくんだっけ。稲垣あつしくん、ディフェンスなんですね。宮本選手と交代です。初めてですよね、入るの。すごい。試合終了です。ご覧のように4対2、浦和レッズが勝利いたしました。そしてリカさん、お疲れ様でした。まあ、普通の状態じゃなかったですけど、まあ、少しも長谷部さんのインタビュー中です。皆さんの前でプレーできたことは、非常に良かったと思います。長谷部選手にとって初めてアウェイのスタジアムだったと思います。こちらの方いかがですか。初めてアウェイのスタジアム、確かにね。懐かしい、なんていうか、チャットっていうか、チャット、まあ、歌聞こえて、まあ、もちろん新しいね、僕も聞いたこともないあのものもあったんですけど、まあ、でも本当にこのスタジアムで、浦和サポーターの前でプレーをできたことは、まあ、少しね、アウェーチームということで、まあ、少しこう変な感じがありますけど、まあ、でも非常に嬉しかったです。盛り上げていきたいなと思います。はじめ6番目選手ありがとうございました。というわけで今シーズンラストは埼玉シティカップを掲げて終了という、おめでたい結果になりました。フラーレッツさん、おめでとうございます。そしてこれにて今年の浦和の試合はラストですね。来年も ACL の決勝からスタートしますので、大変楽しみにしたいと思います。埼玉スタジアムさん、今年ありがとうございました。アンニョン。あ、そうだ、クリスマスツリーがあるんですよね。しゃべり足りなくて、しゃべって、ちょっと今日は母が一緒なので栃木県に帰んなきゃいけないんですよ。
で帰り道が絶対わからないから私も一緒に出なきゃいけなくて、なので歩きながら喋ります。後半はね、松尾選手のわーっていうシュート入ったのもあるし入んなかったのもあるんですけど、結構ありましたよ。素敵なのがメンバーがガラッと変わってまたまた違う試合模様になります。手が痛い、よいしょ。なんか寒くなってきて、去年初めて見た頃の、そして観戦し始めた頃のすっごい寒いこの底冷えのスタジアム、いやでもなんでか私は今日トレーナーだから寒いんですけどね、みんなもうダウンですよね。ワールドカップは寒くなさそうなので軽い気持ちで行ってきたいと思います。それではクリスマスツリーを映します。でー、夜だと揺れちゃうんだよね。あ、ウロウレッツって書いてある、もしかして。わー、クリスマスか、今年もやってくる。あ、手ぶれモード欲しい。あ、かわいい。というわけで、あにゃん。